自分のね血統を残したいっていう思いがあって、ここにこの僕がシャモとコーチンの掛け合わせのお酢を入れて、こいつですね、シャモとコーチンの掛け合わせ、逆光だね。そしてお気に入りのアローカナ、そしてまあシャモとコーチンの掛け合わせのメスをね、また何ぼかおばあちゃんたち産む子がいるんですよ。でね、温めないかなと思ってこうややしばらく待ってるんですけど、なかなかね温めない。アローカナの卵もありますね。こうここでねこう温めて、多少なんていうのかな、自分の品種作りっていうのをこう小さくね続けられたらいいなと思ってやってます。果たしてこのままこの子が温めてくれたらね面白いなと思うんですけど、どうかな。サンタのところ、サンタのところ、サンタのところ、サンタのところ。第二鶏舎の方から、ボリス・ブラウンと僕のシャモコーチンの愛の子の卵を持ってきたんで、一緒に、あ、温めてない、ちょうどいいな、あれあれ、あっち行った。とりあえず3個ありますね、ここに3個ある、ここに入れとくから一緒に温めてよ。温めるかな、なんか微妙になってきたな。このね、ネラじゃない、アローカナ、アローカナが孵化してくれたら嬉しいな。あっちでこれから産むってスタイルだね。温めるようにそこに箱入れたのにな、どうなるかな。サンタのところ、you
サンタのところ。さあ、なんとなく卵を温め始めたかなっていう気配のあるアローカナちゃん。まあでも手前にこう温めない卵もあるね。見えるかな。で、これもし温めているならば他の鶏を外に出してもいいかなと思っているんですが、このオスとそれからまだこちらで若いオスがこういきなり接触すると予想外のことが起きるかもしれないので、やるなら夜か、夜こっそりと出してみようかな。今日の夜やってみよう。なんかアローカナちゃん、白いアローカナちゃんの他にこいつが温めてんのか年で動けなくなってんのかよくわかんないんですけど、まあこいつの下にも卵ちょっと差し込んでおきました。まあ本命はこっちのアローカナちゃんが自分のアローカナの卵を孵化させてくれるっていうのが僕の今の理想形ですね。楽しみです。昨年の12月に買ってきたポリスブラウン、5ヶ月経って、卵をチュロチュロっと産み始めました。小さいね、新子卵。まあ予定では来月くらいから本格的に産み始めるかなっていう感じですね。で、温めさせてる僕のお気に入りのアローカナのアロちゃん、餌をあげても食べませんね。これは完全に温めてる感じ。さあ21日、もう残り20、温めてない卵もあるね。よし、温かいと爆発すんだよな、ドカーンって腐って。でも今あんまり刺激与えたくないし、とりあえずほっとくか。果たしてちゃんとひよこが生まれるかな、どうかな。頑張れよ。飲まず食わず。でここにね、一緒にいたオスとメスは夜のうちに外に出しました。オスとのね、オス同士の争いがどうなるかなって、こうもともとね、あの隣の鶏舎、第二鶏舎のボスやってたオスがいじめられてね、まあボスの座を陥落してこう血だらけになっていたのをこっちに連れてきて、こう小さいとこで隔離してね飼ってたんですけど、まだまだ若い連中には負けないんですね。あっちに側にいる白いやつらがボリス・ブラウンのオスなんですけど、昨日初めてね交尾してんの見かけてね、ああ大人になったなって思ったんですけど、まだまだこのおじさんおじいさんにはかかっていく肥料はないようですね。何回も言ってますけど、この足でね、あの年齢が分かるっていうか、オスはね後ろに鍵爪って、メスにはないんですけど、こう尖った爪があるんですよ。見えるかな、この鍵爪。この長さでオスなんかは年齢が分かる。なかなか立派な鍵爪ですよね。ちょっと見えづらいね。鍵爪でね、メスにはねないんだよね、後ろの鍵爪。
て、若いオスもまだカギ爪生えてないです。生まれてコブぐらいだね。爪と呼べない感じ。この白いのがね、あ、卵割って食べてる。びっくりしたね。白いボリスブラウンの後ろのまだ生えてないカギ爪、まだコブって感じの。取れるかな。まだカギ爪が生えてません。そんな5月の第一景色の様子です。おばあさんたちもまだいるんだ。食べてしまうか、もうちょっと引っ張って、チキントラクターに行くか。お、ボス来た。元ボスというか、今やもうこの傾斜のボスだね。もうオスはほらこの声。貫禄戻ったね。春は血まみれでね、やられてたのに。うん、みんなこのボスの声に反応しますね。シャモコーチ。そんな気性荒くないんでね。気性荒いのはもうかかってきてかかってきてね、めんどくさいんですよね。後ろから蹴り入れられると結構痛いんですよ。そんなこんなでアロちゃん頑張るんだよ。頑張るんだよ。開拓田舎暮らし、伊藤サンタです。サンタのところでは、目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬無肥料で育てています。その果実を使って道産のてんさい糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。